皆様、お忙しい中、こんなにたくさんお集まりいただきましてありがとうございます。小池百合子でございます。思い起こせば、2007年7月あの金屏風会見から10年経ちました。あの時の心労が重なりまして、10年間私は病と戦っておりました。双極性障害によるうつ病でした。大変な中、不安の皆様、仲間の皆様、そして応援してくださる皆様、家族、助けられ、今日ここに安波復調したことをご報告申し上げます。躁と鬱の繰り返しでした。で、発症したのがやはり離婚を直後だったと思います。あの頃はとても自分がハイで、離婚という人生の転機の中でエネルギーがとてもいったので、そのエネルギーをこうぶつけてしまったような感じで、ハイの症状が長く続きました。三平はいや、これ音楽家なんだから音楽聴かなきゃダメだって言ってくれて、コンサート行こうって誘ってくれました。でも本当に引きこもり状態だったから、髪もボソボソでこんな格好で行けないよって言っても、行こう行こうって誘ってくれて行ったのが、名所じゃなくて歯医者じゃなくてミーシャさんのコンサートでした。ここも笑うとこなんですけど、皆様ご存知の通り、私は株式会社根岸事務所に所属しておりました。ご存知の通り、大名跡林家正蔵、林家三平、そして大勢の一門がいる中で、音楽家としての私の活動というのも、音楽というのもなかなか手間のかかる作業でございます。そこで私がいるのもとても大変だなということを感じまして、母に申したところ、自分の力で、そして皆さんの力をお借りして一人で歩いていきなさいと大賛成してくれまして、こうやって、安株式会社安波エンターテインメントを設立させていただきました。あなたと